早弁です。今日は青森県の黒石市来ております。こちらね、鉄満堂さん、ラーメンのねスタンプラリー街頭店舗なんで、この辺行ってきました。こちらの方が香味噌ラーメンですね。味噌ラーメンにラー油が入ってるのかな。通常のところから行きましょう。柔らかい味噌ラーメンの味で、マウンだよね、多分ね。だからニンニクの香りはすごい効くし、あ、確かに味噌ラーメンに合いますね、マウンはね。あ、これはいい感じ。縮れ麺が合いますね。で、スタンプラリー来てると煮卵がサービスになってます、ちょっとカレーのテイストは効いてるかな。あ、いろんな仕掛けがあるな。ちょっとした肉味も入ってて味が変わる。美味しいね。サイドメニューで自家製のベーコンエッグ丼ですね。ちなみにこの燻製ショーをちょっとかけて食べてくださいって話がありますね。ベーコンもいぶした、醤油も美味しいね。あー、ラーメンとのね、合わせて食べるのも美味しいですね。この後もいただいてきます。はい、美味しくいただいてまいりました。うん、しかし味噌ラーメンにマー油って初めてだったけど合いますね。それにね、揚げごぼうがあったりだとか、煮卵はちょっとカレー風味だったり、ちょっとね、小ネタがうまくね入っていて、飽きさせない食べさせてくれるお店でしたね。美味しかったです。鉄満堂さん、これからも頑張ってください。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。